なんや。おはようございます。カレンダーもらったね。カレンダー。カレンダー。今年の。カレンダー。今年っていうか来年か。おはようございます。おはようございます。2025年は何年生の出品のは1000人。飛び出し防止のためのガードが用意してあります、飛び出しそうで怖いわという方はスタッフまで申し出てください。ガードがつく。いろんな距離で、撤収したいというのがあれば、青いジャンプの方へ。他の広告入れたもんね。シャデックかわいい。父さんいらっしゃる。5歳です。なんかミッキーマウスの顔みたいな。絶対に疑われるとは思った。5月生まれ。間違いなく5歳。めちゃくちゃでかい。メスだから抜け。やば。なんでそんな赤い？綺麗ですね。ね。これも買っといただけない。青水になって。青水になって。青水じゃないしないですよね。みんな仲いいんだ。めちゃくちゃ迷子になったかと思った。どういうこと。振り向いたら誰もいない。どういうこと。タイガーキャリコがガチンコでこう。え、ソイガさんキャリコじゃん。これこの人綺麗綺麗だね、綺麗な。ね。え、このさ、デメキンのその目の出方もさ、うん、あれなの？そのある。覚えちゃうそれ、うん。見て。これ前向きに出とるやん。うん。これも前向き。あのね、真横に真横向きに出るやつと前向きに出るやつがおる。あの黒いやつは真横向き。ああ。わかる。その目の向きが、うんうん、こう前に出るやつと横に出るやつもおるし、うん、結局そのいっぱい出るやつとあんまり出んやつもおるし、うん、片方だけ出るやつもおるで、デメキンってめっちゃむずいんですよ。そうなんや。そう、だ目のサイズがさ、うん、揃わんっていうパターンも結構あるね。頭もこもこだし、でもチップがちょっとあれだけど、ね、相変わらず、うん、
すごい。え、この子ってやばいない？これ目に焼き付けとかなんだ。目に焼き付けたんだ。すごい。こんなまだ来年ありますね。買うかな。煽り倒す。振り返る。でもすごいね。うんね。誰かわからん。ここ3人ですよね。僕も若手に今度混ざるから。来年からキャリコ。そう、白髪染めれば大丈夫。
行きました。行きました。あ、おめでとうございます。先ほども申し上げましたが、おめでとうございます。本当に激戦やね。惜しかったっすサイズじゃないんだよね、やっぱり最後見てくれたっすけどね。あーくそー、また来年頑張ろう。あーサイズじゃないってことだ。そうっすね。長いよね。めちゃくちゃ長いよ、ね、悩んでましたね。長かった。いや両方とも入ったからいいや。3匹持ってきた。3匹全部入賞したからいいや。おー、おめでとうございます。1位ですか。やば、来年からここにちょい方で出す。あ、ちょい方で出す。そうっすね、そうっすね。今回はセルフィン、セルフィン水泡ちょっと真面目に。あ、うん、来年からちょい方で。昨日でもここに持ってくるはずのちょい方死んでます。今日でも多いっすね。やっぱみんななんか持ってくる予定のやつ死んじゃってってめっちゃ聞くんで。5件ぐらい聞いてる。ですよね、うん、だからみんな無理するで。人がしたいしさ、うん、余るぐらいだった。あー、品種は和金となります。おめでとうございます。これ今日本の方の生物に移動しました。集計が出ました。まあ他の集計がありますが、トロサイドの風の日本一はランチュウと決まりました。
ありがとうございます。をしていただいたということで本当にありがとうございました。第30回の記念大会がこのように皆様のご協力によりまして盛大あそのまま渡す。あ、あげちゃう。そうなんですか。だって活躍せんかったなるほど。いい体すごく飲めるんですね。あげちゃった、あげちゃった。やば、じゃあもう頑張って卵取って。そうだよ、そのためにだよ。ちゃんとやる人に渡した方がいいじゃん。いやもう、そうですね、どうぞ。やったね。え、これどこの、このやつ。シル、和歌山さん撤収、撤収。ポケットのポンさん、ご覧の出身です。あ、本当、ありがとう。まだ起きたか。アスファリスキー中島さん。お、はい、みんなの撤収作業。撤収作業の動画撮ってよろしいですか。バカ布団だ。魚のないっていう方見えませんか。これね、列に並んでくるよ、うん、なんか正直これちょっと見ていいですか。はい、全然どうぞ。恐れ多いで触るの。恐れ多い。六匹中やで。六匹中の一位やで。え、どの子ですか。ちょい子。これは白髪というか赤い。白窓って。白窓っていうんですか。白窓って。多分4匹とか入ってないもんね。はいはい。あれ何。ダブルセクシー長兵残念だった。セクシー長兵すごいね。初めセクシー長兵じゃなかった。もらいたいね。ね。そうね。ここだけ長い子に変えて。あ、ここだけ。シフト編集の力で。その他のその他。そう。その他のその他。マニアック。マニアックすぎる。じゃあありがとうございます。じゃあ。いやスロープ。お疲れ様でした。ありがとうございました。終わったね、終わったね。急にエンディング撮るでさらっと畳んでくださいよ。はーいって言ったよね。あ、本当。じゃあ、今エンディング始めた時のはーいやったんけど。あ、本当に。
どう？無事終わりましたね。あれ初めて日本一来たんやっけ？初めて。どうやった？わからん。わからん。すごかった。なんかわからん。すごすぎて。お土産までもらって。お土産もらっちゃった。ねえ、とさ、コンダルさんに。本当にありがたい。頑張って卵取ろう。はい、頑張って食べます。行きます。じゃあそういうことで、金魚です。日本一大会。キャリコの親入賞したし、よかったね。よかった。じゃあそういうことでした。はい。